漫画好きが知っておいた方がいいことを教えます。なんとなく撮っておいた帯はいつか破れて捨てます。断然紙派って思っていてもキャパシティ的にいつかは電子に乗り換えます。それでもたまに漫画部屋を作る変態も存在します。アプリの何百話無料キャンペーンは基本期間中に読み切れません。ポテチ食いながら漫画読む友達は絶好しましょう。漫画はお金がかかる趣味です。アキラはとりあえず全巻揃えましょう。部屋に置いておくとかっこいいです。